人より早く結果を出す方法シリーズ第33話タイピング速度を速くしろです。まあ普通に考えたらですね、まあ、タイピング早ければ早い人と遅い人だったらこの仕事の、ね、速度が圧倒的に違いますよね。なのでこの特にねパソコンを使って仕事をする人はこのタイピングの、ね、速度を上げるっていうことを、まあ、意識してみてください。まあ、1分間に40ワードっていうのがを目安にいろんなね、このソフトとかあるので、ぜひね、ちょっと自分で調べてみて、この自分に合うものをね、チョイスして、他のね、周りの人よりもね、タイピングソフトが早いっていうのをね、周りからも言われるぐらい、うん、を目指してね、ぜひね、このタイピングソフト、速度っていうのをね、ちょっと意識してみてください。何かこう書いたり、ものを書いたりする人とかは、まあ、速記。早く書くっていう技術があるので、ぜひね、そういうのも勉強されてみてください。今回は以上です。ありがとうございました。